平野紫耀神宮寺うゆうたはその日常をシェア。みやけ、は週2で生配信配信。滝沢秀明設立とべが作る誰でも楽しめる環境とは ?7 月2日にとべのオフィシャル YouTube チャンネルに登場したみやけ岡はを皮切りに、7月7日の七夕には平野紫耀と神宮寺ゆうた。 7月14日には MPE の7人がお披露目され、滝沢秀明による新会社戸部が本格始動した。それぞれが SNS アカウントを開設し、7月20日には、誰でも楽しめる環境を作りたいと思い始めさせていただきました。という滝沢のメッセージと共に戸部公式 LINE アカウントもスタートするなど、一層賑やかさを増している。 三宅健はかねてから解説していたアカウントを引き継ぐ形で再スタートした。x q ツイッターのプロフィール欄に三宅健です。44歳職業アイダルと記しているようにシーン全体で見ても40代のアイドルは稽古な存在ではあるが年齢を感じさせない誰もが羨む若々しさの持ち主だ。スタートを切ってすぐに7月7日には 相思相愛の関係がいつまでも続きますように、と先輩らしい投稿を寄せ、後輩となる平野と神宮寺を迎えていた。インスタグラムでは、瞬間伝法券のハッシュタグをつけ、テキストは英語で統一。画像はフィルム写真を思わせる絶妙なトーンで、後ート好きとしても知られる三宅らしい世界観を展開している。 8月1日21時からは、三宅県ゆるりと生配信、と題した生配信が YouTube チャンネルにて予定されている。概要欄には、毎週、火曜木曜21時から、夜9時、生配信、とあるので、今後は定期的に三宅との時間がもたらされそうだ。7月7日に YouTube チャンネルの生配信に登場した平野塩と神宮寺雄太。 動画の同時視聴者数は100番人以上を記録するなど大きく注目を集めた。とべじぐひらただいまのハッシュタグとともにインスタグラムを開設した部屋、街はビルファンに向けてこれまでにない距離感で再始動を報告した。 ショウ・エイチ・デ・というインスタグラムのアカウント名だけでも大きく話題を集め、フィードの投稿は7月27日現在までに9件であるにもかかわらず、フォロワー数は359番人を突破と勢いは増すばかり。彼の人気のほどを表している。投稿は自身の写真に加えて、自ら撮影したという風景ショットも並び、平野が見た景色をファンに共有。 季節感にあふれるアクティブな一面に触れることができる。またフォロワーからの質問にも積極的に回答しており、その開始からは変わらぬ平野らしさを感じられたり、意外な一面を知ることができたり、胸キュンな言葉から冷やし中華の食べ方などの細かいこだわりまで、平野を様々な角度から知ることができる貴重なツールだ。どんな返答をするのか全く想像がつかないので、 早くも癖になっているフォロワーも少なくないはず。神宮寺ゆ太インスタグラムを邪魔します。イムップ。公式 LINE で自己紹介。平野と同様に、個人でインスタグラムを開設した神宮寺ゆ太インスタグラムを邪魔します。と平野とのツーショットに始まり白シャツが眩しい撮影のアザーカットを投稿している。 トレードマークのようにピースサインが印象的で7月26日に投稿した愛用のグローブもピースの形をしている。ストーリーでは平野とのやりとりを掲載するなど様々な場面から二人の中の良さが伝わってくる。グローブ画像のように今後も人流児の愛用するコレクションが見られそうで楽しみにしているファンも多いことだろう。 飛べ所属アーティストで唯一のグループとして登場したエムップ。初めての投稿では IMP と読みますとのハッシュタグをつけてテーマカラーのピンクのグリッド画像を投稿した。フレッシュな7人構成のグループでメンバー一人一人の顔写真を投稿してメンバーをアピール。 7月20日からスタートしたトベ公式 LINE アカウントでは、きしゅんすけから始まり、つばきやすしわれと一人ずつ自己紹介をしている。ぼけてツッコミを入れてと文面からも楽しげな雰囲気が伝わってくる。トベ所属アーティストによる投稿は、YouTube をはじめとしたスクショ画像の拡散が許可されているのも大きな特徴だ。何がきっかけで火がつくかわからない。 時にミラクルが起こるのが SNS の特徴でもあり、ファンではない層との接点が増えれば増えるほどメリットは大きいはずだ。SNS でシェアされていくことによってどんな広がりを見せるのか、非常に興味深い。そして今後、歌とダンスのパフォーマンスが展開されていくのだろうが、 飛べ設立時に発信した、誰も見たことのない次のエンターテイメントの形は、どのような形となってお披露目されるのか期待が高まる。7月に入り飛べ所属アーティストが相次いで登場と、兼ねてからのファンにとっては嬉しい怒涛の1ヶ月だっただろう。先輩が後輩を迎えたり、所属アーティスト全員が集合してチクトク動画に挑んだりと、 早くもファミリー感が出ている飛べのアーティストたち。そこへそれぞれのファンとのコミュニケーションが加わることで、どんな世界を作り上げていくのか。これからの盛り上がりに注目したい。ゆずつきひろみ。<laughs>